強靭な肉体と運動能力、現役フィリピン代表ドワイト・ラマス。プロ1年目ながら信頼の厚い若き司令塔島谷蓮。ここぞでのスティール、スリーポイントに魅力、ゴーダレー。得点ランク4位、リバウンドランク3位、強烈な存在感、ソウルロング。今島谷選手ボール持ってますけど、ポイントガードのゲームコントロールすごく大事な1、2分になりました。ここは入りました。いや、いいですね。あのゾーンが見えた瞬間に大阪最後の攻撃、田島はどうする。田島からイーヒョンチュン、最後決めきりました。いや、すごいですね。最後、はい、イーヒョンチュンが決めきって大阪23点としました。まあ、第1クォーター、大阪北海道ともにどちらに流れがあったとは言い切れないような非常にあの揺らぎのあるゲームになりました。先ほどと同じような形でイーヒョンチュンもうワンゴール決めていきました。はい、続き少しかわして、少しおしゃれなパスを出していきましたが、ロングにうまく渡らず竹内投手のスリーポイント、そしてロングのリバウンド。さあ大阪のポゼッション、イーヒョンチュンのスリーポイント、ここで来ました。あのあたり決まる決まらないでこう後半の、ね、気持ち変わってきますよね。はいはい、もう、いや、これも、しかしここで大きなエンドワンとなりました。役割に徹してるところです。なるほど。はい、もう今日は自分じゃないってなれば、ある程度ディフェンスのところで自分のエネルギーを使って、はい、いいよ。ドライブからキックアウトのボール、カロイヤロがさらに外に出して、イーヒョンチュンキャッチアンドシュートのスリーポイント。チームのリズムが崩れるんですよね。はい、これうまく手にかけましたドワイト・ラマス。そして自分で走ってレイアップ決まりました。なおかつエンドワン。なかなか点差を広げきれない大阪、縮めきれない北海道といった第3クォーター。さあどちらのチームが流れを持ってくるか。田島が、そして木下、残り9秒、木下スリーポイント狙ってくるか、ドライブでいった。この辺りのスピードあるドライブも木下の持ち味。まずは大阪、カロイヤロのスリーポイントから入っていきましたが、そのカロイヤロから、これはイアンハマーワンハンドダンク。いやー、ハマーのダンク久しぶりに見ましたね。さあカロイヤロ相手を押し込みながらゴール下、ゴール下決めました。田島、田島止まってもう一度ロングへ、ロングから竹内、素晴らしいパスが通りました。あとは試合終了のカウントダウンを待ちます。ここでブザーの音、試合終了となりました。